もっと多くの人に自分に注目してもらって、もっと大きな影響力でたくさんの人々の人生を変えていくにはどうしたらいいのか。こんにちは、池田です。今日もプーケットからこちらのビデオをお届けしています。実は私昨日ですね、私のコミュニティの私の生徒のある方のね、サミットに出演をしたんですね。で、その彼女は私のコミュニティではすごく有名な人なんですけども、マッカイ清美さんという方です。清美さんはですね、10ヶ月前にこのコロナで自分のビジネスがすごくここで悪い状態になってしまって、人生最悪の時を経験して、その時にこの私のローンチというものをね知って、でここでローンチをしていくことによって自分のビジネスを大きく成長させることができて、それだけではなくて今とても大きな影響力を持つ起業家として活躍をしています。で、その清美さんが昨日ライブサミットを開催していて、で、まあ、このライブサミットっていうのはこの3日間の間に、たくさんのスピーカーの方々が、8人とか9人の登壇者の方々が出て、ここで価値提供をしながら、ここで、たくさんの人に講義をしていって、ここでね自分のメッセージを届けていくという、そういったねイベントなんですけども、そこにゲスト講師として招待されて、でここに出演をしました。でその清美さんのねサミットを参加して、そのすごい熱気、このねライブの画面越しからたくさんの方がライブにコメントをして、で300人以上の方がですね同時視聴でそのライブを見てくれて、で、その登録しているグループ自体も1300人ぐらいの方がね登録をしてて、とても大きなイベントで盛り上がっているんですね。で、おそらく多分もし今これからローンチを始めるあなた、あるいはすでにローンチをやっているあなたは、もっともっと多くの人に自分のライブであったり、自分のやっている価値提供コンテンツ、動画、そういったところに人に来てもらって、たくさんの人に影響を与えたいというふうにきっとあなたは思っているはずです。ではどうしたらそういったたくさんの人に自分のことを注目してもらって、より多くの人にの人生を変えていくことができるのか、その秘訣について今日はお話をしたいと思います。で、ポイントは3つです。まず1つ目なんですけども、人脈構築をしていくということです。これはすごく大事なことで、もしこれからあなたが起業家として活動をスタートするのであれば、できる限り多くの人と知り合いになる、それも自分のマーケット、自分のこう同じようなことをやっている人たちで、やっている仲間であったりとか、すでにちょっと先に進んで活躍している人たち、そういった人との人脈ネットワークを作っていって、でここを使ってテコの原理でレバレッジで自分のビジネスを広げていく、そういったことを今からスタートすることが大事です。で、このマッカイ清美さんの私活動をずっと見てきて思ったんですけども、この10ヶ月間の間ですね、清美さんはいろんなところのコミュニティに顔を出したりとか、あるいは私のコミュニティにで積極的にですね、その参加している人たちにサポートをしたりとか、多くの人とライブで対談をやったりとか、そういった形でですね、たくさんの人との人脈ネットワークを構築してきて、そういったものが今回このライブサミットをやるというところにつながっていって、でここで多くの人に自分のメッセージを発信することが出来上がってるわけですよね。で、やっぱりあなたがこれからスタートするのであれば、例えばあなたが尊敬するメンターの人がやっているコミュニティ、そういったところに行って、そこにいる人たちに価値提供、貢献をして、そこで一人でも多くの仲間を作るということ、であったりとか、あるいはいろんなところのイベントごとに顔を出して、できる限り多くの人に自分のことを知ってもらうということをやっていく、それをやっていくことによってですね、数ヶ月後には大きなイベント、そういったものを開催することも可能になっていくわけです。そして2つ目は今言ったイベントを作るということです。このイベントっていうのは、その人々の心を動かすんですね。例えばお祭りごとってみんな好きなわけですよ。で、やっぱりイベントっていうのはすごい大きな期待感を作ることができるわけです。で、このサミットっていうのは一つのイベントごとなんですね。一つの大きなテーマ、そのテーマがあって、でそのテーマを
中心にたくさんの講師が集まって、ここに講師の知人だったりとか講師のリストの人たちとかそういった人が集まって、ここでですねたくさんの人がそこに集まるという、このイベントごとというのが人々の心をワクワクさせるんですね。でローンチっていうのは一つのイベントごとなんですよ。であなたがいいイベント、いいテーマで正しいメッセージを伝えるイベントを作ることができれば、イベントっていうのは多くの人を巻き込むわけです。それを作ることによって、そこでたくさんの人にあなたの価値提供の発信、ライブに人を来てもらうことができて、ここであなたのメッセージをたくさんの人に届けていくことができるようになります。そして3つ目はあなたのインナーサークルを動かすということです。これは私はよくインナーサークルという言葉を使うんですけども、インナーサークルっていうのはあなたの持っている使命、ミッションですね、あるいはあなたの持っているビジョン、あなたの持っているパッション、これに共感をするあなたの近くにいるあなたの熱烈なファンです。このあなたの熱烈なファンを作っていくということはすごく大事なんですね。あなたがもしこれまでに何らかのサービス提供したことがあるのであれば、購入者の方々というのはあなたのコアな一番中心に来るインナーサークルの人たちです。あるいは同じようなミッション、ビジョン、同じような思いで活動している起業家の仲間もあなたのインナーサークルになるわけですね。でもしあなたがより多くの人を動かしていきたいというふうに思うのであれば、まずはあなたの周り、あなたの活動を支えてくれる、あなたの活動を応援してくれる人たち、そういった熱烈なファン、インナーサークルの人たちを働きかけて、その人たちを積極的にあなたのイベントに参加をしてもらって、そしてその力を使ってよりイベントを盛り上げていく。でこれはね、あなたが普段からどうすればあなたのインナーサークルの人たちを喜ばすことができるのか、どういうメッセージを届けたらあなたのインナーサークルの人はあなたに共感してくれるのか、それを普段から考えて、あるいはここのインナーサークルの人たちとのコミュニケーションによって、何をどういったことをしたらインナーサークルの人たちはよりハッピーになれるのかということを考えて、普段からメッセージを発信したり価値提供していくことによって、あなたがいざ何か大きいイベントをやるときに、そのインナーサークルの人たちが一緒になってあなたの持っている素晴らしいミッション、ビジョン、パッションを伝えていく、その中心のコアメンバーになることが、なってくれることができるようになります。そうすることによって、あなた一人ではなくて、人の力、仲間の力、そしてあなたのファンの力を使って、あなたはあなたの素晴らしい価値をたくさんの人に届けていくことができるようになるはずです。今日の私のビデオいかがだったでしょうか。このですね、私が昨日ゲスト講師として参加した牧海きよみさんのライブサミット、この清美さんのライブサミットを見ると非常にたくさんのことが勉強になります。どうやって清美さんがこのサミットというものを動かしているのか、そこに参加している人たちっていうのがどのようにその清美さんと関わっているのかっていうのを、この清美さんのサミットに参加することによってそこをね勉強することができるはずです。今こちらのビデオにそのサミットのね、清美さんのサミットのリンクがあると思います。ですのでそちらをクリックしてですね、まだサミットがね、今このビデオを撮っている間はやっている最中ですので、ぜひそちらに参加して見てみてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。